週明けの東京株式市場は大幅に値上がりし、日経平均株価が一時3万円を超えました。3万円以上はバブル期の1990年以来およそ30年半ぶりです。中継です。今月に入ってから2000円近く駆け上がっての3万円超えで、このスピードに市場関係者からも驚きの声が聞かれます。午前の日経平均株価は取引開始から買いが広がり、20分ほどでバブル期以来30年6ヶ月ぶりに3万円を回復しました。この株高を牽引しているのは外国人投資家です。世界的な金融緩和が続いていることや、製造業を中心に日本企業の好決算が発表されたことで、今月に入ってさらに外国人投資家の運用資金が日本株に流れ込んでいます。現在の株価は先ほど午前の取引を終えて29,867円でした。景気の実感とはかけ離れた 株高ですが、市場では今の金余りの状況が続く限り、この先も3万円前後を維持して推移するとの見方が大勢です。